チャパエフ9巡洋艦は、ソビエト連邦海軍の軽巡洋艦の艦級である。ソ連海軍における正式名は68号、計画艦。1930年代中期以降のソ連海軍は、スペイン内戦中に、反政府派海軍によって、ソ連輸送船が86回も襲撃され、3隻が撃沈、4隻が打破された経験、また、 日独異防協協定の成立などの世界情勢を背景として官邸の増強を進めていた。本級はこの増強計画の一環として開発されたものである。1937年10月1日、ソビエト連邦国防会議は基準排水量8000トン、速力35ノット、180ミリメートル3、連装手法3基を備えた軽巡洋艦の建造を承認した。 スターリン体制下であったこともあって、開発作業は急速に進展し、翌1938年1月10日、国防省海軍局は設計下岸を完成させた。しかしこの設計下岸を検討した海軍は、外国艦に比べて兵装が弱体であると指摘した。このことから、国防会議は計画の拡大を決定し、6月には基準排水量1万トン、 1 5 2ト、mm、ル、主砲12門と大型化、重武装化した。具体的な設計は、第17中央設計局が担当することとなった。同年12月には、海軍省が創設されて、海軍軍勢の自由度は増したものの、大粛清の最中とあって設計官が次々に逮捕、処刑されたために、設計計画は大幅に遅延した。12月上旬、 第17中央設計局による技術案が関係各所に送付され、海軍省に送られた翌1939年1月、岩井サコフ海軍副大臣はこれを承認した。しかし、当時の海軍人民委員であったミハイル・フリノフスキーは、すでに粛清の対象者となっており、計画は延期された。同年4月、新しく海軍人民委員に就任した。 ニコライ・クズネッツォフは技術案を一切改良することなく再提出し、今度は国防会議は3ヶ月の審議の後にわずかな修正のみでこれを認可した。68型は当初、船体、機関、兵装のすべてをソビエト国産で固めるものとして完成された。しかし、技術案が承認された後の1939年8月に、 独祖不可侵条約が締結されたことによって、ドイツ製の兵器が導入できることになり、手法をラインメタル射性 150mm 法に、広角法を同射性 105mm 法に変更するなどの改正を加えた68愛号計画が策定され、2番艦で試験されることになった。しかしこの計画は法の変更にとどまらず、 発電機の大型化など大規模な改装が必要であることが判明し、また独素関係が悪化したこともあって実現しなかった。当初計画では1938から1942年計画中に16隻を建造5隻を完成させることになっており、これに従って1939年に5隻が しされ、独祖線の勃発直前までに4隻が浸水していた。しかし、独祖線の勃発に伴って、各間の工事は、最大で20から30%まで進捗したところで中断され、避難の上で終戦まで保管されることになった。また、ニコライフで建造されていた、オルジョニキーゼとスベルドロフは、同地を占領したドイツ軍によって解体された。この中断期間中、 第17中央設計局は、戦時中の経験に基づいて68型の改良を進め、68警護計画を策定した。戦後の1946年6月、イサコフ海軍時間は、若干の変更の上で68警護計画を予備承認し、これに基づいて68型巡洋艦の建造が再開された。これによって1950年、五隻が、 海軍に引き渡された。本級の船体形状は、マクシムゴーリキー級巡洋艦と同じく、単船主郎型船体で、領海には真冬に流氷に閉ざされる、バルト海があるために、砕氷船として使えるように、砕氷構造の艦首を採用していた。艦首艦板上には15.2センチメートル速射砲を、3連装砲塔に収めて、背負い式で2機を配置した。 二番手砲塔の背後には、司令塔を組み込んだ、円筒系統型環境が立つが、頂上部に、国産の8メートル2連速距離とモチブ、G 型射撃式装置を設けたために、直径の大きな円柱を乗せたような形状をしていた。機関配置は、ボイラーとタービンを交互に配置する、シフト配置を採用していたために、日本煙突の間は、前後に広く離れていたが、 そのスペースを無駄にせずに水蒸気施設に当て、水蒸気車出用カタパルトが中央部中心部に1機、配置された。カタパルトの両脇には、関西艇と53.3センチメートル3、連装魚雷発射管が左右に1機ずつ置いてあり、水蒸気と関西艇は2番煙突の直前に、配置されたシュマストを基部とする洋臭用クレーン1機で運用された。 副武装の10センチメートル広角砲は、爆風よけのカバーのついた、連装砲画で2番煙突の四隅に、片面2機ずつ、計4機を配置した。2番煙突の背後に、後部乾板見張り所が設けられ、後部乾板上に3番4番手砲塔が後ろ向きに、背洋意識で2機が配置され、左右の乾板上には、機雷東海用のレールが敷かれていた。戦後に 68K 型として、 建造再開された時に、東型環境の背後に短脚式の全部マストが追加され、新型の 37mm 連装機関砲が、片弦7機ずつ、計1 4が増載された。この時に水蒸気運用施設と 53.3cm3 連装魚雷発射管が廃止された。本級の手法には、レニングラード機械製作工業開発の パターン1938年型 15.2cm 速射砲が採用された。砲弾重量は 55kg、射程は最大行角45度で 23,720m である。発射速度は毎分6.5発である。手砲は三連装砲塔に収められ、ソ連巡洋艦発の方針を個別に上下できる独立砲芽式が採用された。 砲塔の不行能力は、行角45度、深角5度であった。旋回角度は、旋回守備線方向を0度として、左右150度だが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。対空式装置には、国産のエレクトロプリボル式ゴリゾンド射撃式装置を採用した。広角砲は、新設計のパターン1940年型 10cm 広角砲。 を採用した。砲弾重量は1 5 6キログラム行角45度での射程は22,241メートル、最大行角85度での伊高は9,895メートルである。発射速度は毎分16発だった。旋回と不行は電動と人力で行われ、不行は行角85.5度、深く5.5度であった。 連装砲がは360度旋回角度を持つが、実際は上部構造物により社会に制限があった。これを片元2機の k 4機を搭載した。広角砲を補助するために、1941年型 70K37mm 広角機関砲を採用した。砲弾重量は 0.732kg、行角45度での射程は 8400m。 最大行角85度でのイタは高度5000メートルである。これを連装砲がで14機装備した。旋回と不行は電動と人力で行われ、不行は行角85.5度、深く10度、360度旋回できたが、実際は上部構造物により社会に制限があった。発射速度は毎分160から180発だった。 さらに 53.3cm3 連装水潮魚雷発射管を2機装備した。また、水路閉鎖用2機雷を60から96個搭載した。機関は、キロボルトマイナス68式重油戦勝艦6機と TB マイナス7式ギヤードタービン2機に軸を組み合わせ、機関出力 126,500hp、速力32.6ノットを発揮した。 後続性能は17ノットで5500回り、航行できると計算された。配置は全球と、同じくシフト配置で1番煙突の直下に、ボイラー3機を直列に配置した第一関室と、左玄タービン一軸、2番煙突の直下に、ボイラー3機を直列に配置した第二関室と、右玄タービン一軸の構成であった。ありがとうございます。